会社を辞めさせていただきたいんです。今抱えている仕事のこともありますので、退職は来月末を希望しています。辞めた後どうするんだ？家の近くの信用金庫でお世話になるつもりです。9時5時残業なしか？はい。給料は？今の半分になります。子守が大変だとしても、子供なんてすぐに大きくなるだろう。辞めたら遅かれ早かれ後悔する日が必ず来るぞ。来月末で辞めさせていただく方向でよろしくお願いします。ムカつく。すいません。お前に言ってるんじゃない、自分にムカついてるんだ。お前がその程度のやつだってことを見抜けなかったわけだからな。最後まできちんと勤めさせていただきます。凛ちゃん、感情覚えるの早いね。はい。でも残念でしょ、これ書き順間違ってたよ。もう一回。ただいま。おかえりなさい。凛、石田先生が来てくださったぞ。こんばんは。家庭教師の北島さんです。お父さん、石田先生と話があるから、北島さんと部屋に行っててくれる？行こうか。はい。凛さんの様子はいかがですか？家では明るくしてるんですけど。そうですか。凛さんの亡くなった下敷きと靴です。見つかったんですね。クラスの女の子2人が隠していました。どうしてそんなこと？凛さんが困っているのを見るのが面白かったと言ってます。持ち物を取られた子の気持ちになったらどう思うか本人たちに考えさせました。2人とももうしない、凛さんに謝りたいと言ってます。そうですか。この度はいろいろと痛ない点があり申し訳ありませんでした。いえ、こちらこそ生意気なことを言ってしまって。それから連絡事項や授業で使ったプリントです。ありがとうございます。教師になりたての頃はこんなに貯めないで、その都度欠席したこの家に届けていたんですけどね。あ、もうこんな時間だ。今日は遅くにお邪魔して申し訳ありませんでした。とんでもない、ありがとうございました。今リン呼んできますから。じゃあ学校だよ。ほら、リン。失礼します。すいません、失礼します。明日の時間割り忘れないようにしないとな。どうしたんだよ、先生に挨拶もしないし。行きたくないです。どうして？先生言ってくれただろ、もう大丈夫だって。嫌です。凛、
井上部長、3番に業務部の本山さんです。はい。うん、来期の予想値はメールで送ったはずだろう。うん、もう一度よく調べてくれ。よろしく。ちょっと出てくる。ピリピリしてる。今度の人事で常務に昇進できるかどうか微妙なところにいるらしいよ。井上部長常務になったらお前も安泰だな。関係ないですよ。あるだろう、お前部長に目かけられてんだから。俺もっと井上部長にごますっときゃよかったかな。ごまする気ないのに言うなって。その通り、俺はそういうのどうでもいいからさ。俺来月いっぱいで会社辞めるんですよ。冗談だろ。本当です。お客さんと約束あるんで、お先に。どうぞ。お邪魔します。ただいま。お帰りなさい。リンは今お風呂に入ったところです。どうも。びっくりした、彼女できたかと思ったよ。何言ってるんですか。家庭教師ね。それより本気なのかよ。本気で会社辞めるつもりなのか。はい。じゃあ失礼します。ありがとう。バイバイ。驚いたよ、いくらくじこじでも転職なんて。あと転勤もないし。でも給料半分だろ。はい。いいのかよ本当それで。なんか意外だな。何が。宮林さんは絶対反対しないと思ったから。反対とかじゃなくてさ、お前が緑銀行辞めるなんてそれこそ意外っていうか、いやあれほど出世したかったお前がさ。ですよね。俺本当に出世したかったですもん。だろ。なんで急にそんなさっぱりしてんだよ。ですよね。調子狂うよまったく。おはようございます。おはよう。朝早くから来ていただいてすいません。リンちゃんのこと心配だから 2,3 日泊まっていこうかと思って来たんだけど。助かります。よろしくお願いします。はい、どうぞ。おばあちゃん特製のお子様ランチ。わあ。さあ召し上がれ。いただきます。はい、いただきます。学校のお友達もお昼食べてる頃かしらね。これ食べたらお散歩でもしようか。はい。お散歩から帰ってきたらおばあちゃんとお勉強しましょうね。学校のお勉強が遅れないように。勉強は両先生とやってます。英語の家庭教師の。国語や算数も見てもらってるの。はい。そうだったの。何の勉強が好き？漢字。すみません、小柳義郎の部屋はどこですか？ご面会の方ですか？はい。こちらに記入を。
一体どうしたんだよ。ちょっとな。ちょっとって何したの。もういいだろう、大したことないんだから。それにしてもせっかく第二の人生楽しくやってたっていうのに。看護師さんの話じゃ階段を降りてて足を滑らせて落ちたらしいんですけど。入院して帰ってよかったんじゃないかしらね。え、炭酸。あ、いただきます。だってお父さん定年退職したっていうのに背広とネクタイから離れられないでいるのよ。趣味もなくてご近所付き合いもされてなかったわけでしょ。何をしていいか分からずに長い一日を過ごすより入院してらした方が楽なんじゃないかしら。親父は第二の人生楽しくやってるって言ってましたけど。お父さんは自由になればなるほど不自由に感じてしまうタイプだと思うけどね。帰りなさい。ただいま。よく温まったか。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。あ、俺亮太。どうした？上司にさ、偉そうなこと言っちゃったんだよ。それで自己嫌悪？あ、な、今からちょっと出てこれない。話聞いてくれよ。今から？もうお風呂入っちゃったし。ダメ？ダメ。なんだよ、来いよ。そんなに俺のこと嫌いなのかよ。ちょっと飲みすぎなんじゃない？そうだよ、飲んでるよ。飲みすぎだよ。あ、迷惑な電話しやがってとか思ってんだろ。電話一旦切っていい？怒った？違うよ。ちょっとトイレ終わったらかけ直してゆっくり話聞くから。じゃあいいよ、切るから。ごめんな。気をつけて帰ってね。バイバイ。もしもし、今からお伺いしますのでよろしくお願いします。はい。おい小柳、今夜付き合ってくんない？夜はちょっと。え、おばあちゃん来てくれてんだろ。一日ぐらい付き合えって。本当に遅くまでは付き合いませんからね。うん。おお、いたいた。俺の同期の独身組知っているやついいんだろ。で、彼女たちは西山支店の派遣の子だって。あの、久しぶりだろ合コンなんて。合コンって。よっ、お待たせ。まあ週4日もだなんて無理にお願いしてるんじゃありません？いえ、こちらこそ食事までつけていただいてますし。すっかり北島先生に頼っちゃってるみたいね。ご迷惑ならはっきりおっしゃってくださいね。はい。ヒロ先生、できました。できた？はい、よくできました。じゃあ次はこれ。洗面所で携帯濡らしちゃったんですけど大丈夫かな。ちょっと濡らしてもらえます？何番？よかった、大丈夫みたい。あれ、小柳さんの番号って覚えやすいですね。今度かけてもいいですか？会社の内線番号教えてもらっちゃおうかな。小柳、来月いっぱいで緑銀行を辞めるよ。そうなんですか？うん。もしかして自分の会社作るとか？いや。なんていう会社ですか？聞いても知らないと思うよ。ねえ、それ私にも取って。
哲郎です。お母さんすいません。あと1時間ぐらいで帰りますので、よろしくお願いします。緑銀行の人だって言うから来たのに、なんで辞める人がいるのよ。なんで辞めんの？首？仕事できなさそうだよね。まあ、あんな女たちのことほっとけばいいけどさ、やっぱり緑銀行の社員ってだけで人の目には違うんだよな。ですよね。お前さ、仕事をできないやつって思われてどうなの？どうって？いや、誰よりも仕事のできるお前がそんなこと言われてどうなの？緑銀行でお前にしかできない仕事してきただろ。はい。プライドってもんないのかよ。どうしたんですか？宮林さんがムキになるようなことじゃないじゃないですか。別にムキなんかなってないよ。俺急ぐんで、さようなら。井上部長。おお。お一人ですか？ああ、よろしいですか？何飲んでんですか？同じもの。はい。初めてじゃないですか、こういうの。俺、井上部長に誘っていただいたことないですから。嫌いだもん。お前かっこいいから。部長、正確に言うとかっこよくて仕事もできたら嫉妬されるし、上司に可愛がられないんじゃないかと思って、メガネかけない方がかっこいいのにわざとメガネかけたり、別に悩んでなんかいないのに上司に相談持ちかけて、俺ってダメなやつなんですとアピールするところが嫌いなんだ。そんなことはないですよ。知ってるぞ。お前は誰よりも出世や肩書きにこだわってることくらい。安心しろ、お前の仕事ぶりは評価してるし、上の人間にもそう報告している。ありがとうございます。一人で飲みたいんだ。すいません、すぐに失礼します。すいません、遅くなって。大丈夫よ。ありがとうございました。今夜は一旦帰るけど、また近いうちに凛ちゃんの様子見に来るわ。本当にご心配おかけしてすいません。それから北島さんのことなんだけど。はい。凛ちゃん、日曜日も遊んでもらうことがあるらしいじゃない。そういう日もあります。ちょっと甘えすぎなんじゃない？あ、気をつけます。え、なんで？なんでって、その日家庭教師あるし。凛ちゃんなら融通聞くんでしょ。ねえ、行こうよ。この年になって合コンの話なんてめったにないんだから。私はいいって、合コンのやり方なんて忘れちゃったし。あ、ビールでいい？うん。好きな人でもできた？そんなわけないよね。浦は私より出会いのない生活してるんだから。そうだよ。あ、私やっぱコーヒーにしとく。
どうした？変な夢でも見たのか？リン、大丈夫だから。リン、大丈夫だぞ。お母さん、こんにちは。こんにちは。父どこに行ったか分かりますか？すぐ戻るって言ってたよ。そうですか。息子さんさ。はい。来るなら花束の一つでも持ってきてあげたら。え、だって寂しいじゃない。ただでさえ息子さん以外誰もお見舞いないんだから。今日急に小学生の時のことを思い出したんだ。え？北島さんも飲む？よければだけど。いただきます。あ、ワインもあるけど。小学生の時のことって何ですか？親父が盲腸で入院したことがあったんだ。お見舞いの人が次から次へと来て、花や果物もいっぱいで、親父ってすごい人なんだって思ったんだ。文集にも尊敬する人、お父さんって書いた。いただきます。お中元やお歳暮もたくさん届いてたよな。俺が結婚してからはお袋がそのお中元なんかをここに送ってくれたりして。でもある時からここに送ってこなくなった。全然気にしてなかったけど、よく考えたら親父が55で役職から外れた時からだったんだ。結局さ、お見舞いの花もお歳暮も親父という人間に送られたものじゃなかった。親父の会社名と肩書きに対して送られたものだったんだよな。あのさ、北島さんがキングバースタイン辞めた理由、今なら分かるような気がする。実は俺、緑銀行を辞めることにしたんだ。そうですか。うん。驚いた？はい。それだけ？え？いや、もっと何か言うかなと思ったから。何か言ってほしいんですか？いや、別に。凛のことも何とかしなきゃな。少しでも早く学校行く気になってほしいし。凛ちゃんが気分転換できるようなところに行くっていうのはどうですか？気分転換いいかもしれない。クラッカーはどこに置いたかな。間違ってないと思います。は？会社を辞めること間違ってないと思います。そう、よかった。
き。学校どうするんだ。行くの怖いか。行きたくないならいいよ。行けるようになるまでお父さん待つから。それからお父さんのことだけど、お父さんの会社は何ていうか知ってる？みどり銀行です。そう。もうすぐ辞めることにしたんだ。どう思う？そんなことわからないと思うけど。お父さん、ちょっと考え方が変わって今までと違う生き方をしたいんだ。凛ともっと一緒にいたいんだ。娘は母親のいない寂しさをずっと抱えて生きていくだろう。やったな。待て。だけど1分1秒でも長く娘には笑顔でいてほしい。学校行くのか。はい。
ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。無理しなくていいぞ。今日はここまで来ただけでも頑張ったんだから。本当だ。リン、ドンさんが一緒にいてくれると思って頑張ります。ちょっといいか。小柳が今月末で退職することになった。それぞれ引き継ぎなどもろもろよろしくな。よろしくお願いします。どうして辞めちゃうんですか。辞めないで欲しかったな。え、寂しくなるから。俺のことからかえなくなるから。どこの会社行くんですか。みんな噂してますよ、ヘッドハンティングされたんだろうって。聞いても知らない会社だと思うよ。でも給料倍になったりするんじゃないんですか。ならないよ。またまた。明日の人事で井上部長が常務になったら、小柳でありはいずれ最年少支店長間違いないじゃないですか。つまりそれよりおいしい話なわけでしょ。そうじゃなかったら奥さんだって転職には反対するだろうし。奥さんならいないよ、俺離婚したから。え、離婚ってマジっすか。マジです。お帰りになったんじゃないですか。人事の発表明日ですね。
今夜はやっぱり落ち着きませんか。自宅のソファよりこの椅子の方がずっと落ち着くんだ。井上部長、すいませんでした。ん？育ててもらったのに期待を裏切るようなことになって。うぬぼれんな。俺が育てたのはお前だけじゃない。タバコ。ん？禁煙続いてますか？当たり前だ。俺はそんな意志の弱い人間じゃない。失礼しました。もし常務になったら社内の喫煙コーナーをなくして全面的に禁煙にでもするかな。じゃあすいません。父が骨折って入院したんですけど、面会時間厳しいところなので失礼します。あ、小柳。はい。お疲れさん。お疲れ様です。こんばんは。面会まだ大丈夫ですよね？あと10分です。実はうちの息子ね、緑銀行に勤めてるんですよ。そうですか、はい、優秀な息子さんで羨ましいな。いえいえ、まだ課長代理ですから。立派な息子さんで小柳さんも鼻が高いでしょ。いや、まだこれからですよ。頑張ってもらわないと。だけど。こんばんは。さっき親父に会いに行ったんだけど、親父の顔見られなくてさ。ごめん、変な電話で。迷惑だよな。電話、一旦切ってもいいですか？
待たせしました。わざわざごめん。話したいことあったみたいだから。会社辞めることを親父に言えそうになくてさ。そういう話すると言っちゃいそうなんだよ。俺は親父みたいに肩書きだけでしか生きられない人間にはなりたくないって。親父はそんなの綺麗事だとか、なんでわざわざそんな人生選ぶんだとか言うんだろうな。俺嬉しかったよ。会社辞めることを北島さんが間違ってないって言ってくれて。私もキングバースタイン辞めるときすごく悩みましたけど、今は思うんです。どの道を選ぶかよりも選んだ道でどう生きるかの方が重要なんじゃないかって。なんかありがとう、わざわざ来てくれて。いえ。どうして来てくれたの？小柳です。はい、井上部長なら会社出るときまだいらっしゃいましたよ。え、大丈夫ですか？井上部長が。飛び降りた。